猫カフェやろうとしたら猫が好きだったんですね、根本的には。で、まあ、ボランティア活動をしていたというのもあって、で学生の時に喫茶店でアルバイトしてた経験があるんですよね。でその時にものすごく楽しい記憶として残っていて、で猫と、なんて言うんでしょうね、喫茶店のが一緒になると猫カフェじゃないですか。そういう意味で猫カフェをやろうって、まあ、決意をしたんですけどね。ルナちゃん、ケンちゃん、ルナちゃん、ケンちゃん、寄ってこないですね。ちょっと寄ってくるためのヒントを教えていただいてもいいですか。ヒントはですね、最初にこうこちらに歩いてくる時のまずスピード歩くスピードがものすごく速いんですよ。はい、で猫って急な動作がものすごく苦手なので、ね、早歩きとか、なんか急に立ったりとか急に座ったりとか、まあ、こう急に手を出したりとか、はい、その急なことをするとちょっとこう怖がっちゃうんですよね。警戒心の高い生き物なので、なのでなるべくこうゆっくりした動作で、かつこう下からこうなんていうの、手を出したりとかしてあげると、はい、そんなに怖がらないんですよ。うん、であと呼んであげる声のトーンも、うん、なんていうの、ゆっくりこう優しい感じで言っていただけると、こうピクッとしないというか、例えば猫ちゃんと通じゃないですか、はい、でこう一直線にこう行くとちょっとこう威圧感感じますよね。なので直接行かずにこう知らないよみたいな、こっちの方に行ってからふっと向くと結果距離が近くなってますよね。はい、そういう感じの近づき方をして、かつこう撫でないでこう下からこう行った方が威圧感ないですよ。その人間も一緒なので、はい、そういう感じで接していただけるとあんまり猫たちがこう見れていかないかもしれないですね。うん、はい、ルナちゃん、ケンちゃん、姉ちゃん、離れていくんじゃん。ルナちゃん、メイちゃん、ルカさんは猫に嫌われる人間っているんですか。やっぱり嫌われるというよりは相性が多少あるかもしれないですよね。基本的には男の人よりも女の人の方が好きと言われてるんですよ。のぶとい声とか体の大きいじゃないですか、男性の方が。なので体が小さくてこう華奢な感じの女性の方が猫は近づきやすいって言われてるんですよね。こういうお店に来たら猫が、まあ、嫌がるというかどっかにこう行ってしまうのはもう最初から仕方がないと思っていただいて、なるべく最初はじっと眺めて、猫たちに自分は警戒しなくてもいいんだよ、安心して大丈夫なんだよ、危害を加えないんだよっていうことを自然とこう分かってもらえるぐらい最初はじっとしてた方がもしかしたらなかなか猫たちとまあコミュニケーション取りやすいかもしれないですよね。ルナちゃん、ケンちゃん、メイちゃん、もっと優しい声で、ケンちゃん、ルナくん、メイちゃん、